ヘスペリアの死を嘆くアイサコス。ヨハンウルリヒ・クラウスによる1690年版、変身物語11巻に対する差し絵。ジュール・エディ・ドローネーの絵画、ヘスペリアの死。コペンハーゲン、ニー・カールスベルググリプトテク美術館所蔵。アイサコスは、ギリシア神話の人物である。トロイアのオープリアモスとメロプスの娘アリスベエの子。 あるいは、カシングラーニーコスの娘アレクシロエートの子。妻は、カシンケブレーンの娘アステロペー。アイサコスは、ベロップスから、夢占いの術を学んでいたと言われる。ヘカベーがパリスを出産した時、ヘカベーはモエギを出産し、その日がトロイアを焼き尽くすという不吉な夢を見た。このため、アイサコスはプリアモスに頼まれて、夢を解き、ヘカベーの産んだ赤子が原因で、 トロイアが滅びると予言し、赤子を捨てるよう助言した。このためプリアモスは、召使いのアゲラオスに命じて、赤子をイーデー山に捨てさせた。その後、アイサコスは妻、アステロペーが死んだ時、悲しみのあまり鳥になったという。アイサコスが鳥になった話は、オィディウスでは少し異なった物語になっている。それによると、アイサコスは、過信ケーブレーンの娘。 ヘスペリアーに恋をしたが、ヘスペリアーが拒んだので何度も追いかけた。しかし、ある時ヘスペリアーが握る途中に蛇に噛まれて死に、後悔したアイサコスは、崖から海に飛び込んだ。海の女神テーティウスはアイサコスを哀れんで、鳥に変えたが、アイサコスは死を望んでいるのにもかかわらず、生きなければならないことに起こって、再び死を望んで海に飛び込み、やがて海で生活する。 潜水町になったと述べている。ありがとうございます。